今日の最後にありますが、番外姉妹と書いてあります。八島ということで、鈴木玲子さん。私どもの師範先生、関西流の名誉師範をされていらっしゃいますが、その鈴木玲子さんが八島を泊まっていただいています。八島というのは有名な源平合戦の八島の戦いですが、義経が大活躍をしましたけれども、ずっと戦いをやって、義経が亡くなってですね、やっぱり生前に戦いばっかりしていた人は、死後もですね、地獄で戦いばかりさせられるという、そういう苦しみを味わわされるという、話になっているんですけれども、その義経が現れて、源平合戦のクライマックスのようなところを、ね、演じながら、最後は夜が明けるという、そういう物語のようになっております。では鈴木先生の舞をご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日の演目はこれでおしまいです。歌いながらを舞うっていうのはものすごく息が切れる、先生もう息が切れてるなっていうのを聞きながら思ってましたけれども、そんなことで約2時間になりましたけれども、ずっとお付き合いをいただきましてありがとうございました。今日終わってから桜餅と言ってました、最初の頃思ったんですが、今日来られてから
方から先着順でお出してしまっておりますので、あの後から来られた方は桜餅ありませんけれども、ご勘弁をいただきたいと思います。今日はありがとうございました。